ウェルカム京都、ウェルカムトゥ夢80000 TV と申しますが、今日は西谷に来てます。ホームタウンです。よろしいかな、これ見てみなはれ、お前ドヤ顔や。え、バッグ忘れましてですね、取りに来たついでにですね、久しぶりにやってきました。普通の人は来てあげまへんで、私は県外自身あるから、これ西成警察ですね。ここでほらみんな暴れ呼んで、まあ兄さんも暴れるか、ドヤ街です、ドヤ街。一泊800円らしいです今聞きまして。やりよんなこれ、まあここの近くですね、私はボクシングのマネージャーしてた、マネージャー、トレーナーいうか、もう会場93年亡くなったんですけどね、砂利口へのヘルボクシングクラブの原型です。ちょっとその辺までぐるぐるっと歩いていきますわね。この辺覚醒剤とか売っとるからね、どついても潜られまへんねや、この辺行ったら。京都は住みづらい。あ、それごめんなさい。何これ、勝手に何撮っとんねん、お前。ここ撮ったらええやんか。撮ったらあかんよ。何を言うてんねん。人の顔あるやろ。おい。我れ、お前許可撮ったんかい。お前どこの役だよ。役だちゃうわ、これ。ほら、お前撮ったら。何これ、やんだよ。ああ、いいよ。何これ。これ持ったら怒られんねん、わしな。何これ。あ、何や、お前。持ったら、お前、人の顔撮ってる思われるやろ。ああ、かめへんよ。何これ、かめへんくないわ、この町は。ほっと、ほら。消せよ、お前、画像。消せへん。その顔勝手に撮るな、お前。まっすぐ行ったらええやないか、何を言うてんねん。何言うとんねん、これ。人の顔と、勝手に取るな、もう許可出しに。お前、喧嘩弱いのに偉そうにすんな。何が喧嘩弱いんじゃ、お前かかってこい、こら言わしてるから。いつでもやったろかな。お前、わしもいつでもやったろ、いつでも来い、こら。何言うてんねん、お前。そっち行くんや、わしは。これが西成ですわ。偉そうに言うな、お前。喧嘩弱いのにやめとけ。腕っぽしに自信ない人は無理だね、ここ。なんで街取って、僕あれはなきまえねえやな。この辺が山岳多いですから、ここですんや。通天閣よりえぐいですね、この辺は。今の見ました？ヤクザでしょ、あれは。これ山岳合意なんですよね。これで覚醒剤みんな売っとるんや。あんなやつどっついても平気なんやけど、もうまたややこしになりたないですもんね。ここでですね、私の先輩の中山武雄を言うてね、空手で有名な人、ここで事務所開いてましたもんね。森子、お前絶対に金貸しても絶対取り返されるからな、わしは、言うてました。今元気にしてはるんかどうか分かりませんけどね。また会いたいと思ってます。またね、持っただけでもやられる可能性あるからね。あれ、ボコボコにしてありますけどね、私。まあ、武士道は死ぬことと見つけたりですわ。なんでバチ取って嫌がね、自分何考えてるんですかね、あれ。よう分かりません。だけど、おもろいでしたろ。京都よりずっとおもろいですわ。わかりやすくて。これがですね、金松コーポレーションで、これ金松の、お前。金松豪商や。ほんまにめちゃくちゃしたらあかんのか、ほんまに。
全丸勝者ですからね、私は。おもろいでしたろ、これ。わかりやすい、よろしいわ。え？腕っぽし強かったら、ほんなもん、気ですかね、私は。もうちょいですな。天下茶屋まで行こう思ってるんですよね。ジム閉まってしまった。ジムまで行ってますかね。新日本大阪ボクシングジムなんですけどね、老舗やったんですけど、私も金なくなってですね、夫婦のブランドやって、で会長にお世話になってずっと座ってたんですけどね、書いちゃったけどね、もう93だったら死にますわな、人間。もう仕方ありません。ここがですね、花園町ですわ。泉屋発祥の地ですよ、この辺ね。店の中撮ったらあれけど、なんでもんから、まあ喧嘩したら10秒でボコボコにできません、ああいうやつらは、ヤクザは。ぐわー行くだけで気弱いんですよ、割とね。極真館が足原通りですね。喧嘩のやり方だけ私は覚えてきましたんで、亀田四郎さんもわしには一目置きますぜ、いつでもやらせていただきますね。こっち行ったら飛び出しんちです、赤秀勝さんの。65にしても元気ですわ、私ね。あまりダラダラ動画撮るのも良くないですわね。マジでね。ここから立ち飲み行って終わろうもつ。ジム行きますかね。ジムもう閉まってもでしょうな。閉まってもでもう売ってもたんですけどね。よく時代でした。ヤクザみんなボクシング好きやから見に来よるわけですわ。曲がれ言うていつでも当たんの言うたらもう用しおれへんわけですね、これね。ボクシングは強いで、世間が喧嘩というか、ほらスピードちゃいますからね。交番も交番もおとなしいですよ、この辺の交番。変なこと言うたらもうどつかれるからね。よし、もうちょっとですわ。昔通った道ですからね。どっち行ったら天下茶屋なんですけどね、まっすぐ行ったらね。あもうだらと、もうちょっと待ってくださいね。ジム見てですね、
萩の茶屋なんですよ。ジャニングジェ見たら出てきますわ。もう鉄、鉄おったところで鉄。萩の茶屋です。ここがジムやったんですけどね、もう全部なくなってまいりましたね。新日本大阪ジム跡です。本日の動画はここで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。